フレンチコネクションは1972年にイギリスで創業した副飾系企業であり、医療費にアクセサリー、香水などを世界各国で販売している。創業者ステファン・マークスがロンドンで起業した当時、デザイン部門にフランス人が多く、イギリスとフランスのテイストを合わせ持ったデザインが特徴とされたという、世界各国に店舗網を展開している。 医療販売の主力は直営店舗によるが、その他の店舗にも商品を提供している。日本では日本法人である株式会社フレンチコネクションジャパンが原宿、表参道に帰還店を構えるなど、2001年から東京周辺を中心に全国に十数店舗を展開したが、2010年2月で日本から一時撤退。2011年10月、 新生フレンチコネクションジャパン発足に伴い、日本公式オンラインサイトでの販売を再開。今後は実店舗の展開も予定されており、日本に再上陸した。ロンドン、コベントガーデンの店舗1997年4月、フレンチコネクションは FCK というブランドを導入した。この略記表現は、FAX で香港の店舗とやり取りをする中で、 FCHK2FCK といった表題が付けられていたことから思いつかれたものであったらしい。同社はこれをフレンチコネクションユナイテッドキングダムの略記表現であると当初から主張したが綴り字がファックと告示しているとして論争を弱気した。フレンチコネクションはこのブランド名をめぐる論争を利用する形で FCK ファッション、FCK ディス、ホットアズ FCK マイルハイ FCK、トゥービジーツー FCK、ラッキー FCK、ファンカムズユージュアリーニーリング、FCK、オンザビーチ、クールアズ FCK、などのメッセージを記した T シャツ類を売り出し、大人気を博した。こうした中には、特定の地域だけで通用するメッセージを記したものも、あり、ホンデルコンスタントリーアンキルナカードは、イギリスで FCK インハル、ノーフキンウォーリーズは、 オーストラリアで了解される特有の表現であった。チャギングザ・ F ・シケイやマンチャイング・オン・ F ・シケイも人気のあるシャツだったが、ほどなくして不適切であるとされた。2001年、フレンチコネクションがサンフランシスコに進出した際には、新店舗にサンフランシスコ・エス・ファースト・ F ・シケイという大きな横断幕が掲げられた。2007年、フレンチコネクションは、 商標権の侵害をしているとして FCK を社名の略記表現に用いていたファーストコンサルタンツ UK リミテッドというコンピュータ会社のオーナーを口頭法院に訴えた。この裁判の中でインターネットの fcuk.com というドメインはフレンチコネクションがイギリスで商標登録を申請する前から使用されていたことが明らかにされ、訴えは却下された。 差し止め請求を棄却したラティ・ファンジはフレンチコネクションによるこの表記の使用を趣味の悪い不愉快なキャンペーンと表現した。フレンチコネクションは一時期パロディ的な略称として主服を用いていた青年政治組織コンサバティブ・フューチャーにも法的措置を取ると委託した。ウェールズのモールド刑事法院のダニエル・ファンジはある裁判の賠償員候補の一人がミス スペルトアングロサクソンワードと記された FCK の T シャツを着ていたことを見とがめ、それが注意を散漫にさせ、法廷の遺言を損なうものであるとして、その候補を売新から除外した。長年、フレンチコネクションの広告に関する苦情を受けていた、イギリスの広告基準協議会は、同社の広告多数を禁止処分とし、すべてのポスターについて、公表前に協議会に提出して、 事前承認を得るよう命じた。FCK ブランドはアメリカ合衆国でも議論を呼び、マサチューセッツ州ボストンのトマス・メニの市長はフレンチコネクションに対して市内の広告看板からすべての広告を撤去するよう求めたと地元のフリーペーパーボストンメトロで報じられた。全米家族協会は FCK ブランド商品のボイコットを呼びかけている。2006年2月、 フレンチコネクションはそれまでの FCK 広告に変えて新たにファッション VS スタイルキャンペーンを開始した。このキャンペーンの最初の広告はデビッドボーイの息子であるダンカン・ジョーンズが監督したファッションとスタイルという二人の女性がキャットファイトを繰り広げるという趣向のテレビコマーシャルだった。このコマーシャルはその暴力性や 途中で女性同士のキスシーンが入ることが批判された。イギリスのメディアの報道によると、このコマーシャルが放送された最初の週に120件を超える苦情が寄せられたとされており、かつての FCK キャンペーン同様の議論を呼ぶ可能性があるとされた。FCK を批判したメニヌボストン市長はファッション VS スタイルのキャンペーンについても女性に対して部別的であるとして、 市内のフレンチコネクションに店舗に掲げられていた二人の女性が喧嘩するデザインのポスターを撤去するよう求めた。ありがとうございます。